皆さん、焦点の時間でございます。サンタさんの皆さんはですね、子供に〇〇くんはバツバツが欲しいんだねなど確認をしてください。うん、子供の私がですね、うん、そうだよと言いますので、さらに続けてください。おお、はい、ロボロさん、あれ、シャオロン君はおもちゃが欲しいんだね。うん、そうだよ。そこにゾム君がいるよ。やだー、やだー。はい、シャオロンさん、ロボロ君は身長が欲しいんだね。うん、そうだよ。そうっすか。あげたよ。どうやんけ、ただの。お前サンタのミラクルパワーでなんとかせえや。シャンプーやったりゃ25日ロボロの枕元に牛乳置いたで。やはい、コネシマさん、コネシマくんはボルシチが欲しいんだね。うん、そうだよ。美味しい。どうした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 。今絶対食ってるやろお前。いや、今食ってるボルシチの美味しさをどうやって伝えた。はい、シャロンさん、ショッピ君はうつ先生に死んでほしいんだよね。そうだよ。あの動画きつかったもんな。死ねえよ。カッシャのごとく食うからな。あれマジでクソもろかったよ。粘ってんねん。ゾムが言わへんから俺が言うね。はい、じゃあロボロさん、コネシマくんはご両親が欲しいんだね。そうだよ。ほうほうほう。おい、サンタ笑うとるだけやないか。枕元に、枕元に、ちゃんと用意しとらないと。サンタ今、おう、お、コネシマくんはお母さんが欲しいんだね。うん、そうだよ。あー、でも君の引き取ってくれるお母さんはこの世界にないんだ。オルチューネン。ちょっと、シンマ、今のオルチューネンは引き取ってくれるお母さんがオルチューネンにしてくれるよ。いや、オルよ、だからオルって引き取ってるお母さん。今完全に個人でポツンとしてるお前が出てきたよ、今。ちょ、久々に笑点参加したけど完成度上がりすぎやろ、そんな上がれ。こちらの画像ですが、一体何が起きているのでしょうか。自由にボケてください。おー、全然入ってるよな。体制的にはそうだよね。何がとは、何がとは言いませんが、なんか、じゃあ、方向性変わる前に、はい。うん、エイミルさん、はい。ん、なるほどな。あー、そういうことね。はいはいはい。犬、猫、メジャーどころの魅力を持ってしても選ばれたのはフェリットでした。あー、うん、なるほどね、はい、猫も腹出してね、ちょっと俺を、やっとったところ、そう、うーん、シャオロン詰めたのよ、はい、今なんか、いや、なんか、はい、言うた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 。じゃあ、チノさん、作戦終わり。はい。じゃあ、やっぱこういうことだと思うんですよね。ん、あれ。お前がグレートアップしてくれた。お前ファミリーでやめろってマジで。すごいな、雑やな、雑やな。地球緑化しでも劣るやんけ、一部。いや、緑の地球に。お前、緑の地球ええやん。じゃあ、はい、大園さん、せぇ、お前も捨てられたのか。いや、おい、そうはならんやろ。そうはならんやろ、お前。待ってました。あの、巨匠、巨匠、あの、巨匠、今日雑くないですか、これ。これは。いや、しかも巨匠あれもないし、あ、確かに、あれ、あれ忘れてました。いや、あれだってあれ伝統でしょ、あれは。はい、ほとんどさん、多分ね、一番ほんまに見てる人がいるの多分こっちだと思いますよ、サイズ的に。俺の妖精みたいになってる。ダーウィン的なコロポックルやん。じゃあ北海道に俺やる。あのね、さすがに捕食者の前には近づけない。